本校では、ロシア連邦の地方区分について説明する。ロシア連邦は、1993年に制定されたロシア連邦憲法の規定により、地域あるいは民族によって区分された連邦構成主体からなる連邦制をとっている。構成主体の数は2014年のクリミア併合によって新たに加わったクリミア半島の2構成主体を含めた85であると、 ロシア連邦政府は主張しているが、ロシアによるクリミア併合自体が国際的に承認されておらず、国際的には83とみなされている。ロシア連邦の連邦構成主体地図、連邦構成主体の変遷連邦構成主体は、地域と民族という2つの一室の概念からなる区分による。地域区分は46の州9の地方3の地がある。 一方、民族区分は22の共和国1の自治州4の自治管区がある。共和国は民族区分の行われる地域の連邦構成主体であり、州など地域区分の行われている地域の連邦構成主体は共和国に属さない。それぞれの連邦構成主体の自治権の範囲はそれぞれの連邦構成主体ごとに異なるという特徴がある。 共和国、自治州、自治管区といった民族区分の連邦構成主体は、ソビエト連邦時代の民族政策において、多数民族は共和国を、比較的大集団の少数民族は自治共和国を、より小さな少数民族は民族管区を形成していたことの名残である。現在のロシア連邦は、ソ連時代のロシアソビエト連邦社会主義共和国にあたり、現在の共和国は、 ソ連時代の自治共和国にあたる。ソビエート連邦末期に主権宣言をした自治共和国がいくつかある。旧ヤクート自治共和国はソ連時代の1990年9月に国家主権宣言を採択しヤクートサハ共和国に解消。その後ソ連解体と共に独立したロシア連邦の構成主体としてサハ共和国となった。 連邦を構成する主権国家という位置づけである。一方でこじれたのがチェチェン共和国であり、その貴族をめぐって第一次チェチェン紛争に突入。現在も独立派と連邦派の対立は続いている。また、2014年のロシアによるクリミアセバストポリの編入により、ウクライナ領であったクリミア共和国とセバストポリ連邦氏が加わったとロシアは主張している。しかし、 これらはロシア以外の国の多数はウクライナに属するとしており、ロシア領と認めていない。地方は州と基本的な機能に差はない。地方という名は、ロシア帝国時代に国境地帯に置かれた歴史的な地方区分に由来する。連邦市はモスクワとサンクトペテルブルク、そしてセバストポリの3つがあり、周囲の州から独立して単独で、 連邦構成主体を構成し、連邦政府の直轄下にある。このうちセバストポリは、ウクライナの特別市であったが、2014年のロシアによるクリミアセバストポリの編入によって、ロシアの連邦市となったと主張される。ロシア以外は編入そのものを認めておらず、その地位は軽装中である。共和国は、名目上は特定の少数民族による民族自治が行われる。 連邦構成主体で、それぞれが憲法、大統領、議会を有し、国際問題などについては、連邦政府が代表する。州より自治度が高い。民族自治を行うことになっている少数民族は、比較的大集団の少数民族で、共和国に民族名を冠しており、帰還民族と呼ばれる。各共和国は、帰還民族の母国となることが意図されている。このうち、 クリミア共和国は、ウクライナ領の自治共和国であったが、2014年に一時独立をした後、ロシアによるクリミアセバストポリの編入により、ロシアの共和国となったと主張される。しかし、セバストポリと同じく、ロシア以外の多くの国は編入そのものを認めておらず、その地位は軽装中である。自治州は民族自治を行う州で、ソ連時代には、 複数存在したが、現在は、ユダヤ自治州の一つしかない。自治管区は、州以上共和国未満の自治度を有する連邦、構成主体で、先住の少数民族の住む地に置かれる。自治管区はその一体の州や、地方の一部であるが、その州とは別に、連邦構成主体の一つとして扱われる。ロシアでは、以下2種類の地方区分コードが存在する。 中一ン図地方一ン図連邦市一ン図モスクワ市、サンクトペテルブルク市セバストポリ連邦市、共和国一ン図自治州一ン図自治管区一乱図、竹地自治管区、ハンティマン市自治管区、ネネツ自治管区、ヤマロネネツ自治管区。なお、ロシア語部分では、行政単位にあたる部分は入れていない。一ウクライナとの貴族係争中、国際的には認められていない。 2カラフト八チシマ列島を管轄している。3州都であるが、行政は別。本部は、その所属行政区画の主婦に置かれる場合が多い。4一部であるクリミアとセバストポリは、ウクライナと帰属系争中。国際的には認められていない。出典、カザフスタンにあるバイコヌールは、ロシアの咀嚼地であり、政府直轄の事実上ロシアの領土となっている。 ありがとうございます。